うも、中二病のおっちゃんこと、北海道樽市在住、大久保克也42歳です。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、毛量戦記マダラという漫画のご紹介をしていこうと思います。1987年からゲーム雑誌のマルカツファミコンという雑誌で連載をされていた作品で、その後もゲーム、小説、OVA、ラジオドラマ、CD ドラマなど、今では当たり前になっているけど、メディアミックスの先駆け的作品だと思います。このマダラシリーズは様々なメディアで展開される108の物語で構成される作品群で、今日ご紹介する始まりの大地で登場するキャラクターたちが、転生を繰り返して様々な時代で語られる物語になっています。全ての物語が語られているわけではなくて、未完の作品も多いんですけど、2003年に出版された僕は天使の羽を踏まないが一応をシリーズの完結となっています。原作が大塚英二さん、作画が田島翔吾さんということで、多分直近では多重人格探偵最古のコンビですね。僕は家にね、4000冊以上今漫画本があるんですけど、まあそれ以外のね、作品ももちろん読んでますけど、その中でも僕はこの田島翔さんの絵っていうのが漫画界の中で一番好きな絵だったりとかしてるんですね。まあ昔にファミコンのゲームでやったっていう方もたくさんいらっしゃると思いますけど、うちはっていうとね、その時それほど裕福ではなかったんでね、ファミコンが買ってもらえずにね、友達の家で指を加えて見てたみたいなね、なんか思い出もあります。ということで行ってみたいと思います。光と闇、それぞれの宿命を持って生まれた二人の兄弟たちが中心に進んでいく物語になっています。金剛国の王ミロクは、毛鬼と呼ばれる妖魔を自在に操り、作陸と征服の果て、毛鬼が支配する国へと変えてしまいます。そして新王の新しい伝説は、不思議な赤子がハスの葉に乗せられ川下に流されるところから始まります。それから十数年、主人公光の王子マダラは、生まれてすぐに魔王ミロク帝の手で8つのチャクラと体の部位を魔物である毛鬼八大将軍に奪われ、ヒルコの状態で川に流されたところを、ヒジュラの村のタタラジーに助けられ15歳まで育てられます。マダラは肉体を補うため、超古代文明のテクノロジーで作られた擬態ギミックを装着して生活しています。15歳の誕生日に育った村が毛鬼八大将軍カジューラに襲われたことで、自分の秘密を知り、幼馴染のキリンという少女と一緒に体を取り戻す旅に出ることになります。そしてもう一人の主人公と言っても過言ではない、マダラの双子の兄、闇の王子影王は、生まれた時にマダラに全てのチャクラを奪われたため、ヒルコとして生まれ、体を補うため八大将軍の一人と合体しています。この二人の兄弟を軸に転生を繰り返していくマダラシリーズの最初の物語を軽くご紹介しました。はい、ということなんですけども、あとは青の戦士カオスや赤の戦士聖神者といったようなね、その他にも数々の魅力的なキャラクターが登場して、それぞれ転生を繰り返していく光と闇の物語になってるんですけど、そしてこの主人公のマダラが転生した姿っていうのは、今後の作品ではほとんど描かれることはないんだけど、このマダラという存在というか、もう概念というかね、まあそういうものに周りのキャラクターたちが転生を繰り返していく中で、こういろいろな思いがあったりだとか、執着があったりだとか、たまには闇落ちしてみたりだとかっていう部分がね、本当に壮大なストーリーになっていて、めちゃくちゃ面白いと思います。まあ僕自身ね、全部の作品を終えてるかと言われると、もしかしたらね、ちょっと抜けてる作品もあるのかななんてことはね、ちょっとこれから調べてみようなんてね、ことを思ってますけども、一度ですね、手をつけてしまうとですね、やめられない、止まらない、かっぱえびせん状態になっちゃうと思いますけども、ぜひですね、皆さんもチェックしてみてください。ということで、今回は、毛量戦記マダラという漫画のご紹介をさせていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。